こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品仕入れの相談方法。相談方法なんですけど、まず、オーストラリアアマゾンで、カタログページ見つけます。ね。で、ランキングがあるかどうか、FBA が2人か、チェックしてるんですけど、わかんなければね、とりあえず、この商品ページの URL、これを全部、ね、右クリック、またはキー操作でコピペしてね、チャット枠の方に貼り付けてください。で、たまにね、検索結果もこの URL 貼り付けて、検索結果でね、見やすいところに出てるんでいいだろうと貼り付けてくる方いますけど、これ検索結果はね、常に変わります。同じキーワードでもこの順番で出るとは限らないし、あるいはそのキーワード除外されちゃって出てこなくなっちゃったりすると。探せなくなっちゃいますんでね、1個のカタログページの URL を貼ってください。そもそもこの形を送れると、どの商品をね、仕入れようとしているのか分からなかったりしますんで、必ず商品一つのページの URL を貼っていただくと。で、それから、ね、ライバルが多い、少ない、ね、問題ないかどうか、私の方でチェックしますけど、いくらで仕入れるというのをね、やっぱ教えてもらわないと分からないんで、仕入れサイトのカタログページの URL、同じようにね、Amazon なら Amazon、日本 Amazon なら日本 Amazon、他のね、サイトだったら他のサイト。または実店舗だったら実店舗の仕入れ価格というのをね、チャット枠の方に貼り付けてください。そうすればね、その商品が、いいですね、仕入れましょうとかね、見送りましょう、理由はこれこれですとかね、条件付けでこういうふうにやって、この場合は仕入れましょうとかいうのはね、全部私の方でコメントをつけてアドバイスさせていただきます。このね、URL ってどの部分だろうというのでね、そういえば、これをここの部分を全部コピーしてくださいというのはね、今まで動画、あるいはマニュアルでね、言ってないような気がするんで、再確認ですけど、商品1個、1個で、1個の商品が出てくるページのこの、窓の中に入ってる単語を全部コピペして貼り付けてください。またね、コピペして貼り付けてやり方違うとか、こう直しましょうとかいうのがあったらね、アドバイスしますんで、まずはね、商品相談、どしどしお寄せください。今、納品すれば売れてますんでね、仕入れて送らないともったいないです。ご相談、ご報告お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。